ただいまより第7試合を行います。青コーナー175センチ73.95キロ、メルビンギラート。赤コーナー173センチ72.70キロ、ゴミタカバレー。レフェリー豊永みどり。この試合は第12の命名特別ルールで行われます。1ラウンド5分、2ラウンド5分、3ラウンド5分、インターバルは60秒で行われます。なお、昨日の公式計量でメルビン・ギラード選手が73キロの規定体重をクリアできず 73.95 キロでした。よってこの試合はライジンオフィシャルルールにのっとり、メルビン選手にレッドカードが1枚、つまり 50% の減点状態からスタートします。なお、本試合はキャッチメイドでの試合を両者合意しております。また合意するにあたって、グラウンド状態の選手へのサッカーボールキック、踏みつけ、膝による頭部への攻撃が禁止となります。勝者、ゴミ・タカ。
をマイク渡しちゃいます。真夏に判定ダメだよ、 KO じゃなきゃ。やっと帰ってきたから、これが俺の試合だから。持ってるよねやっぱ。ああ本当に暑い中練習に付き合っていただいた会長、米倉ジムの会長やロードワークに付き合ってくれた友達、大事な人、セコンドのみんな、あとはここに集まってくれてるお客さん全員で掴んだ勝利だと思ってます。言いたいこといっぱいあったんだけど、メルミン選手、まあ、短いスパンで試合を受けてくれたんですけど、まあ、正直体重オーバー、2度の体重オーバー、本当に日本の格闘技なめんなっての。ちょっと長くなっちゃうんで、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。